平野紫耀再始動の影に潜む喫煙疑惑、とべとの新たな舞台で守りたいイメージ。元キング・アンドプスのメンバーである平野紫耀が、ジャニーズ事務所を離れ、滝沢秀明氏のアーティスト事務所トーペートベから再始動することが発表されました。しかしその再始動の背後には、彼の喫煙疑惑が再び浮上しているという報道が広がっています。 この記事では、平野仕様の新たなスタートと、彼の過去との関連性について探ってみましょう。再始動と喫煙疑惑。平野仕様は、金プリを脱退し、新たな舞台へと進むことを決意しました。戸部との契約により、彼は新たな一歩を踏み出すことになりましたが、その一方で彼を取り巻く喫煙疑惑が再び注目を集めています。 彼のインスタグラムに投稿されたプライベートショットには、加熱式タバコのようなものが映り込んでおり、ファンの間で騒動が巻き起こっています。過去の喫煙疑惑。過去にも平野市用には喫煙疑惑が取り沙汰されたことがあります。ジャニーズ事務所では、 タレントの喫煙行為に関してはほのめかしたり公表したりすることが禁じられており、そのため一度はもみ消された騒動も存在しました。同様の状況は流せ角についても起こっており、彼の喫煙疑惑も騒動となったことがあります。ファンの反応とジャニーズルール、平野仕様の喫煙疑惑に対するファンの反応は様々です。一部のファンは、 彼のイメージが崩れることを嫌う一方で、タバコを吸っていてもある程度許容する声も見られます。一方で、タバコの疑惑については、車のスマートキーやモバイル充電器だとする説もあり、事実をめぐる憶測も広がっています。トベとの契約とイメージの管理。平野市要がトベと契約し、新たなスタートを切る中で、彼のイメージの管理が注目されています。 ジャニーズ時代から築き上げてきたイメージをどの程度保つことができるのか、そしてトベとのエージェント契約が彼にどのような自己管理の余地を与えるのか、これらの点についても考える余地があります。平野仕様の再始動に際して、喫煙疑惑が再び浮上し、ファンの関心を集めています。ジャニーズ時代からのファンや新たにフォローする人々の中には、 彼のイメージに対する期待や懸念が交錯していることでしょう。平野耀自身がどのように自己管理を行い、新たな舞台でどのような姿勢を見せるのか、今後の動向に注目が集まります。